グライフェンシュタインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議院占領管区のラーンディル郡に属す町村である。この町は、ベスターバルトの東斜面の10地区、合わせて67.43平方キロメートルを占める。町の名前は、同盟の地区にある城市に由来する。町の行政機関は、バイルシュタイン地区にある。グライフェンシュタインのコードは、 ウルムバッハ川がロイン市に流れ出るアレンドルフ近郊で海抜約170メートルアルボルンチック近くの苦悩点で海抜605メートルである。この町の地形は変化に富んでおり一部は高原の平地であり別の一部は急峻な斜面である。グライフェンシュタインの森林占有率51.16%はヘッセンの市町村で最も高い森林割合である。 このため、町の財政に、林業からの収入が高い比率を占めている。森林は主に根光林であるが、純粋な新葉樹林の地区もある。クライフェンシュタインからの排水は、カレンバッハ川とウルムバッハ川が担っている。この二つの川は、森から下るいくつかの支流を合わせてラーン川に注いでいる。町域内に天然の湖はない。町内には地下資源。 特に玄武岩と粘土が豊富である。かつては鉄鉱石も産出した。グライフェンシュタインは、北西はドリードルフ、北はヘルボルン及びジン、東はエデリングスハウゼン、南はロイン及びレーンベルク、南西はメンゲルスキルヒエンと境を接している。以下の表は、2015年12月31日時点の各地区の面積と人口を示したものである。 1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたグライフェンシュタイン城、グライフェンシュタイン城の最初の文献記録は1237年になされている。1322年にルートビヒ四世王がザインハク・ゴットフリートにフランクフルトと同じ条件の都市圏を有する防衛機能を持つ城下町の建設許可を与えた。しかしその後グライフェンシュタインに対する 都市圏需要の効力は失われた。フライフェンシュタイン城は、1977年に、ヘッセン州の地域再編でこの町が成立した際、その命名の由来となった。1971年2月1日に、それまで独立した町村であったアレンドルフ、ホルツハウゼン、ウルムが合併して新たな自治体ウルムタールが成立した。1971年12月31日に、 それまで独立した町村であったローデンロートが隣のバイルシュタインに統合された。1972年7月1日にローデンベルクがこの町に合併した。現在の町はディル軍、ギーセン軍、ベッツラー軍とギーセン氏の新設に関する法律に基づき、1977年1月1日にベッツラー軍のグライフェンシュタインとウルムタール、ディル軍のアルボルン、バイルシュタイン、 ネンデローとオーダースベルクが合併して成立した。現存する文献中でグライフェンシュタインは以下のように表記されている。カッコ内は当該の記録がなされた都市であるグライフェンシュタインが属した両方及び行政機構を以下に列記する。グライフェンシュタインの町議会は31議席で構成されている。2012年5月13日の町長選挙には クリストフ・ゼルプ、シュテファン・コヒハート2006年から、蝶長職にあったマルティン・クレッケルが立候補した。その結果、クレッケルが67.1%の票を獲得して、蝶長職を守った。ゼルプは28.3%、コヒハーは4.6%であった。有権者数5,551人に対し、有効投票数は3,138票で、 投票率は56.5%であった。クロッケルの町長調2期目は2012年10月1日からであった。あった。結果は、得票率52.9%で、マーリオン・ザンダーが勝利した。マルク・シュミット・ディールは32.2%、ステフェン・シェンクは14.9%の票を得た。マーリオン・ザンダーは2018年10月1日に、 グライフェンシュタイン町長に就任した。グライフェンシュタイン地区には、地区長を有する委員数5名の地区委員会が設けられている。復活祭やクリスマスには、グライフェンシュタイン城でマーケットが開かれる。中世祭りや、主にドイツのロックバンドが出演する、ケルティックロックフェスティバルも、この城で開催される。公開の演劇上演、ワイン祭、ハイキング業、 アレンドルーフ及びブバイルシュタインのイブハイキングもこの町の文化行事である。こうした行事のほぼすべてがサークル活動主催で行われている。グライフェンシュタイン町の町役場や町の資材置き場はバイルシュタインにある。戸籍役場はグライフェンシュタイン城内に結婚式場を有している。町は10人の消防隊員を雇用しており、20代の車両とともに消防、 救急活動に当たっている。11箇所の町営墓地があり、キリスト教徒もイスラム教徒も埋葬されている。さらにバイルシュタインのウルムバッハ川沿いに古いユダヤ人墓地もある。1970年代初めからアレンドルに600席の多目的ホールがある。バイルシュタインには体育館があり、使用可能である。また、各地区に公民館がある。さらにサッカーグラウンドや、 テニスコート、屋内乗馬場や公共の児童公園など多くのスポーツ施設がある。この街は、ベッツラー、バイルブルク、ヘルボルンの都市トライアングルの中に位置している、アウトバーン A45 号線のエイリングスハウゼン、ベッツラー東、ヘルボルン南の各インターチェンジへ10分から20分で行くことができる。連邦道 B49 号線へも同程度の時間でアクセス可能である。 町内を多くの修道や軍道が通っている。例えばホルツハウゼンやバイルシュタインなどいくつかの集落では中心部を迂回するバイパス道路が設けられている。すべての地区はバスによって結ばれている。1922年からウルムタール鉄道がラーンタール鉄道から分岐していた。この路線はロインのシュトックハウゼン地区、ビスキルヒエン地区、ビッセンベルク地区、 グライフェンシュタインのアレンドルフ地区、ウルム地区、ホルツハウゼン地区を通って、バイルシュタインに至っていた。もともとこの路線は、ドリードルフまで付設され、そこで、ベスターバルト横断鉄道に接続する予定であった。1970年代半ばに、旅客運行が、1990年代初めに、貨物運行が廃止された。その後、路線が撤去された。 公共交通機関多くのバス路線がこの街を発着している。町内には全部で23カ所のバス停がある。アレンドルフ及びバイルシュタインの2カ所の基礎家庭学校への通学バスのほかに、平日はドリードルフ、エデリングスハウゼン、ヘルボルン、ベッツラーの上級学校へのバスも運行している。旧ディル群の地区ではドリードルフを経由してヘルボルンへ旧ベッツラー群の地区では ゾルムス、エーリングハウゼンへ運行している。グライフェンシュタインには現在駅はないが、ラーンタール鉄道やディルセンへの接続は確保されている。町内を通るバス路線を以下の表に示す。太字が町内である。クリニークバルトホーフエルガースハウゼン・グライフェンシュタイン地区とホルツハウゼン地区との間に位置する森の中に1901年から呼吸器病院。 バルトホーフエルガースハウゼンがある。現在この病院は救急病院となっており、ギーセン大学病院及びマールブルク大学病院と共同作業チームを形成し、呼吸器疾患患者の治療を行っている。この病院は30年以上にわたって院長を務め、2009年6月1日に退職したハラルト・モルによって有名になった。ホルツハウゼン地区には、 ドイツ赤十字社の救援監視所がある。町内には135の企業があり、社会保険支払い義務のある労働者、約1120人分の職場がある。労働者の約半数が、金属加工業及び木工業などの製造業に従事している。粘土や玄武岩の採掘業もこの町に根付いている。露天掘りによる粘土や玄武岩の採掘は20世紀半ばに廃止された。 多くの中小企業が10の地区に存在している。アレンドルフ、アルボルン、ホルツハウゼン地区には産業、工業地域が整備されている。1日あたり約659人の通勤者が町外からグライフェン主体に来ており、約1982人がグライフェンから町外の職場に働きに出ている。スーパーマーケットが1件あり、日用品の購入が確保されている。 さらに、パン屋の支店もいくつかある。1990年代にはすでに、ローデンロート近郊にこの地域で最初の風力発電機が設けられた。2013年から、アルボルン近郊にクノッテンウィンドパークが建設された。2016年現在、このウィンドパークのグライフェンシュタイン町内部分には、塔の高さ135.4メートルの風力発電機が3機設けられている。 クノッテン風力発電パークの、それ以外の部分は、ドリードルフ町に属している。2013年に施設全体が完成した。このウィンドパークの特徴は、町と出資者の委託により、フランクフルト応用科学大学の学生プロジェクトが、運営を行っている点にある。グライフェンシュタインでは3市の日刊誌が観光されている。キューディル群の地区では、ヘルボルナーターゲブラッドと、 ギルイコールザイトングが旧ベッツラー郡の地区ではベッツラーアーノイエツアイトクウングが刊行されている。WNZ とヘルボルナーターゲーブラッドはベッツラーのラーアンギル新聞グループの出版社で制作されている。調律幼稚園が3園、アレンドルフ、バイルシュタイン、ネンデロートにある。基礎家庭学校はアレンドルフとバイルシュタインにある。さらに各地区の公民館では ラーンギルイコールアカデミー成人教育のコースがいくつか開催されている。2014年5月にラーンディル労働者福祉事業団はアルボルンにネスト託児所を開設した。沈借した町営住宅であろうによって雇用された保護が子供たちの世話に当たる。グライフェンシュタイン城町内にはドイツ省博物館を持つグライフェン城やバイルシュタイン、地区のバイルシュタイン城市がある。 多くの地区に小さな博物館がある。それらは地元のサークルによって維持、運営されており、多くは村落の歴史を紹介している。見応えのある教会がグライフェンシュタイン、バイルシュタイン、ウルム、ネンデロートにある。ネンデロートの教会の近くには村の泉や樹齢千年の多くの木がある。ほとんどすべての地区に様々な建築様式の木組みの家がある。 ネンデロートとオーダースベルクとの間にロマチックな滝がある。フライフェンシュタインはベスタランタウヌスゲオパークに加盟しており、バイルシュタインではベソルパークアーズが見学できる。人が集まる場所がホルツハウゼン近郊のウルムタール関である。ここには250のテントスペースを持つキャンプ場、日光浴用の芝生広場、水浴場がある。アスファルト舗装された全長。 約 2.7km の湖を回る遊歩道は散策、サイクリング、インラインスケート、ノルディックウォーキングに盛んに利用されている。アルボルンとネンデロートには野外プールがある。グライフェンシュタインとアルボルンにはスキーリフトがある。アルボルン、ローデンロート、グライフェンシュタインにはレジャーハウス区画がある。2002年からアレンドルーフには自然と融合した体験型レジャーパーク。 アウトドアイコールセンターイコールランタールがある。町内の総延長約1 0 0トルに及ぶ自転車道、遊歩道が利用できる。ベスターバルトシュタイクはグライフェンシュタインを通ってはいないが、その見どころは町内にも存在する。この町を通る最も有名な遊歩道には、ヘルボルンからグライフェンシュタインを通って、例でベスターバルトシュタイクに至るグライフェンシュタインシュライフェ。 グライフェンシュタインからリヒテンシュタイン城を経てバイルシュタインに至るドライブル原油歩道、2010年にオープンしたビスキルヒエンからウムタールを通ってバイルシュタインまで往復する約 40km のウムタール周回路がある2017年現在ウムタール自転車道が建設中であるこの自転車道は北はヘッセン広域自転車道 R8 号線と南は ヘッセン広域自転車道、R75 線とを結ぶ予定であり、独自の連絡自転車道とみなされている。ウルム地区の東、森の豊かなケッセルベルクの高台に、かつての主猟の城ディアナブルクの塔が建っている。町内の興味深い歴史的存落に、いくつかのジオキャッシュが隠されている。ありがとうございます。